ハイサイ大輔です。沖縄も涼しい季節になってきたんで、先日夫婦でとある場所に泊まりに行ってきました。今年の7月ぐらいにさ、僕たち夫婦が珍しくキャンプに出かけた時のこと覚えてますか？トラブルだらけだったあの日をね、ちょっと振り返ってみようと思うんだけどさ、まずこの日差し暑いからタープ立てよう。あ、そうだね。タープどれだっけ？タープと、いや、ちゃんまりが頼んだからさ。ないです。はい、この沖縄の真夏の日差しの中でさ、まさかテントがないなんてことはないよね。あ、キャンプだよ、キャンプなのにだよ。ちゃんまりがタープとテント忘れてさ、もう炎天下の下でバーベキューしたと思ったら雨に打たれてっていう、もう大変な状況で、で仕方ないから野宿の準備を始めたんだけどさ、真夏の沖縄での野宿がきつすぎて、結局僕が走ってとある場所に助けを求めに行ったわけよまあこの続きの話は後ほどするとして、今日はそのキャンプのリベンジっていうわけです。僕たち夫婦のキャンプがうまくいくか、ぜひ最後まで見届けてください。到着。着いたね。めっちゃセミ鳴いとる。11月なのにねまだ夏がちょっと残ってますけど、まあでも天気良くなってよかったよね。そうだね、風も秋っぽいしね。うん、前回土砂降りだったじゃん。それはいいんだけどさ、あんた前回すごいちょっと間違い犯したじゃないテントとタープを注文し忘れるっていう。そうそうそう、キャンプなのにで最終ホテルに泊まったからね今日はそんなことないね。今日は、完璧。本当俺信じてるよ。マジ完璧。見てよ、だ見してごらん、この乱雑さがマジで素人臭いよね何が何かわからない状態ですけれども一応あるんだよな。これか、これが、今回そう、テントとタープってしようとしたら、なんかバラバラだと忘れるかなと思って。あ、テントタープ付きね。そう、おー、前回の失敗を完全に生かしとるやん。えらいえらい。あ、その前にみんなにさ、はい、キャンプ場見せる。あ、そうだね。ねえ、うちらもまだちょっとあんま分かってないんだよな。そうそうそう、ちょっと歩いてみようぜ。あそこに海が見えてんの。わあ、海まで行ってみよう。行ってみよう。ちゃんまりかわいい。あれは葉っぱか。なんかあれだね、干潮だね。まだそうだね、めちゃくちゃ引いてるわ。マングローブ系。あれだね、東海岸側。そう、あんまり来ることないけど、やっぱ西側とちょっと雰囲気違うね。全然違うね。ちょっとジャングルっぽい、野生味がな。野生味が、そうそうそう滑るよ、気をつけてよ。こういうところで俺この間こ滑りそうだねって言いながらズルズル滑って落ちていった時あったじゃん、ズル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 って何の時だったかなあれ。ここにはジンガサーがないな。残念。俺たちの貧乏時代の貴重なタンパク源だったけどなあれ美味しかったよね。テトラポットとかにいっぱいくっついてんだよね。そう、なんかさ、あれよ、見つけた時にさ、何もこう剥がす道具がなくてさ、家の鍵で剥がした記憶ある。あー、そう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 、ね、そうそうそうなのよ。ね、これ説明書とか入ってなかったの？説明書は見たこと一度もない人生で。ちょっと待ってよ、何の説明書も見たことない。家建てるのに説明書見ないの？見よっか信念弱信念弱いや、今日はちゃんとテントで寝れる。前回テントで寝れなかったから、なんかテントで寝れることがもはや夢のように感じるよ。あ、かっこいい人がいる。あ、俺のこと？かっこいいキャンパーがいる。キャンプ歴8年って感じ。2日前回と合わせて2日。しかも前回のやつはホテル泊だから実質1日。前回のキャンプもそうだったんだけど、今回もヒマラヤさんのキャンプブランドビジョンピークスでキャンプ用品を揃えてます。このブランドね、おしゃれで作りがいい割に安くてコスパがいいんですよね。キャンプ初心者はとりあえずビジョンピークスで揃えれば間違いないです。人気がすごくてね、今年の11月にはついに専門のキャンプ館をオープンするみたいですよ。今日はね、この後風が強くなる予報だったからタープ立てなかったんだけど、このテントタープとセットなので、こういう風な使い方もできます。これね、ビジョンピークスのソフトクーラーボックスなんだけど、すごくいいんだよね。こう物もたくさん入ってね、で意外と溶けないの、これちゃんといいよね。わー、エプロンかわいいね、これ。いい？いい。これさ、足元切れてて使いやすそうだね。あ、そうなのよ、ここ。これも色違いで買ったよ。ん？何？どうなってんの、それ。
難しいことになっとるやんか余計に。何それ。いや、なんか怖いんだけど。お願いやってもやってってば。やってってば。ねやって。分かったよ。はい、こっち向いて。あー、やっと正しいエプロン大地家が来た。なんか山の奥のすごい隠れ家的な燻製屋さんやってそう。そうなんだろうな、きっとな。編集しながらそう思うんだろうな。思うよ。こいつ燻製屋さんだなってな。なんかこだわりの鳥とか仕入れてそう。ジビエとかな。ジビエとか。これが正しいキャンプよ。うちらの青空の中でただバーベキューだから。子供会やん。子供会の催しやん。いやー、なんかいいね、立派なもんですね、こうやって見ると、ね、いいね、これ 1DK って感じやな。いいよね、こっちリビングっぽいしね。ねえ、くつろげる。なんかやっぱりね、気分が上がるわね。テントとタープがないキャンプは違う。あ、そうそう、今日着てる洋服ね、全部瀬戸アウトの洋服だから、うん、また明日紹介しようか。そうね、日本分けにするよね、今回も。そう、バーベキューセットがね来たんですよ。これこのキャンプ場バーベキューセットあってな。そう、一応肉とかも買ってきてあるけどね。うん、あとはね、もうたくさんビール持ってきてるから。もうあっちのさ、クーラーバッグ、大半がビールよ、我が家。多分ね、8割ビール。のんべえになってしまったな、二人してな。ちゃんまりが飲むからね。そうなんですよ。こんな時代も来るんだなと思ってさ。どんな時代。どんな時代だなと思って。いろいろあったじゃん、激動の。たまごっちができたり、ネットができたり、ね、パソコンが普及したり、スマホができたり、チャンマーがビール飲むようになって。え、私その並びなの。世間騒がせてんの。そのぐらい俺の中では革命的に出てる。そうか。まあ、歴史に名を残せてよかったわ。うわ、これがあれ？バーベキューセット？早く見ようよ、早く。バーン、うえーい、やべえ。肉だぜー。肉、ロースかこれ。ロースっぽいね。あ、ソーセージ。ロースにソーセージ、ウインナー、ソーセージ、ソーセージか。あと焼き鳥かな、これ。焼き鳥と、あとお野菜。お野菜ね。いいんじゃない？いいね、いいね。お腹空いたよ。もうマジで腹減った。今日ね、いい感じで火くべれたよ。上手になったね、なんか。でしょう。なんか俺も思った。テクニシャンだなって、もう。もう俺テクニシャンって呼ぶわ、明日から自分のこと。まだ2回目やで。イサイサ中本テクニシャン大輔で行くわ。やだ、そんなミドルネームなんかやらしいよ。そうだね、明日からでもデートの時そう呼ばないといけないよね、テクニシャン。そうそうそう、なんだよ。ダッサ。ちょっと俺も嫌だわ、言っといて。俺も嫌だわ、なんか恥ずかしいわ。嫌だよ。じゃあ嫌なら呼んであげる。絶対いいや、めいっ子の前でさ、ねえねえテクニシャンおじさんとか言わないでよ、マジで。ほんと勘弁してよ。絶対一緒に歩きたくない。うわー、やべえよこれ。乾杯。染み方が尋常じゃない。あーね、砂漠に落とす一滴の水。すごい。なんか祝福の音楽が。なにこれ、何これ。なんかさっきからさ、ちょくちょく若干不気味な音楽流れる。ちょっと個性的よね、ここの。ちょっと個性的。うん、おいしい。おいしい。食べて、飲む。ああ。やばい、めっちゃうまい。これさ、うん、
私まともにキャンプするの多分これ初めてだけどさ、うん、いいねキャンプ。俺も思った、キャンプ楽しい、ビジョンピークスのキャンプグッズも本当にいいさ。なんかおしゃれでテンション上がるよなこれ。上がるね、子供の頃はめっちゃあの実家があれだったけどね、アウトドア好きで。そうだよね、すごい行ってた写真とかいっぱい見せてもらったよ。そう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 、ケイトとミズキと、あの友達連れて行くこともあった。楽しそう。でもさ、今だからあどうしようこれ言っていいのかな、お父さんとお母さん見てるよねこれ。まあ見てるけど、あやめとこ。何やばそうだったらカットするから。あ、ほんと、ね、結局キャンプ場からチャリで爆走して抜けていって、街に繰り出して街で遊んでたな。親の思いを無駄にするな。いやでもね、その時のあれがあって今のこのなんていうの、この感じ、なってるからダメじゃん。いやでも楽しかったんだよね、知らない街でさ、この那覇からさ、中部に行くわけよ、中部なんてなかなか行けんじゃん、子供の頃はね。そう、車ないからさ、イオンね、街っていう、イオンっていうかあの当時でジャスコかな。行ってさ、そこでその現地の同い年ぐらいの子たちと喧嘩になる、喧嘩になるの、ダメじゃん。すぐだよ、ヌー、やったマンチカフラや、ヌーや、やっぱ島だろ、何言ってるか全然分からん、あの島だフラや、ヌーや、やるばや、そんな感じだったで、しれっとバーベキュー食べてるみたいな。そう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 。もう戻ってきた時はまさにあのキャンプ場15周ぐらいしてきたあの男の子の顔よ。なんか違うよ楽しみ方それ。本当ね。いやだから好奇心旺盛だったんだろうね。はい、うまくまとまりました。ということで今回のキャンプは大成功です。今のところはね、我が家はいつ何時事件が起こるかわからないからさ。ということでキャンプは後編に続きます。後編も内容盛りだくさんなので、明日の配信をお楽しみに。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。